なんだこれは、またこんなにガンプラ買ってきて、足の踏み場もないじゃないか。いや、私の勝手なんで口出ししないでほしいのよ。そりゃ口出ししたくないが、フリーダムガンダムばかり30体もどうするつもりだ。警告が大変だっていうのに。警告が大変？これは気になるわね。ということで今回は韓国、これはもはや空母だ、配管にしろ、日本、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告が日本の輸送艦の話題で持ちきりなんだ。ふむふむ。24年前の1998年3月、輸送艦大隅方が就役したわけだが、当時、警告ではこの輸送艦に対して、主にその外観について騒がれたんだな。一体何がそんなにすごかったの？艦首から艦尾まで平坦な甲板、全通甲板があり、環境構造物は右に寄せて作られていたから、まるで空母だと指摘されたんだな。これはこれはいつも通りの反応で、批判的思考方面の方々は、空母は攻撃兵器の認識から、過剰能力云々と主張していたくらいだぜ。出たー、お決まりの被害妄想からの反日。それに対して海上自衛隊は、大隅方は輸送艦だとの説明を冷静に繰り返していたんだな。有事にするつもりもないし、相手にもしてないのよ。まあ、確かに大隅には、米海軍などの空母のように艦載機を発着艦させるカタパルト等の設備はないわけだ。それでも空母だ、空母だ、って騒いでいるのね。欲しいなら一隻5000億円で売るのよ。売らねえよ。それに、全通甲板の後部2箇所でヘリコプターを発着艦させられるんだな。だが、艦内は車両を積み込むためのスペースがあるだけで、つまりは車両運搬船やカーフェリーのような内容だぜ。じゃあカーフェリーじゃないか。カーフェリーと違うのは、艦尾にエルキャックを搭載し、港湾施設に頼らずとも陸揚げ荷役ができる点にあるんだな。ほほう。つまり、大隅は空母ではなく、主に陸自の車両を運び、陸地に上げる能力を持った文字通り輸送艦なんだぜ。陸路での運送が不可能になった時の救援用輸送艦みたいな感じね。日本は専守防衛ですし。繰り返しになるが、本艦の特徴は車両を艦内や甲板に積み込み、運ぶことにあるんだ。その積載方式は、原則のランプ可動式スロープを利用する車両自走積載方式だな。積む場所の艦内格納庫と全通甲板はエレベーターで繋がれ、艦内から甲板へ車両を上げ下ろしできるんだぜ。無駄がないわね。収容能力は大型トラックなら50台、90式戦車は約10両の積載が可能だ。もうどこからどう見ても輸送艦よね。空母なんてありえないわ。ちなみに人員陸自隊員なら、大隅乗員約130名の他に、約300名を艦内の居住区画に乗せられるぜ。被災した人まで救えそうね。これが日本の助け合いの精神よ。また、接岸せずにエルキャックで車両を陸揚げすることもできるんだな。おまけに、さっき話した通り、艦尾には半水没型のウェルドックを備え、エルキャックを収容しているわけだ。ふむふむ。車両を積んだエルキャックは大隅艦尾ドックから発進し、海岸線の砂浜などに乗り上げ、車両を下ろすんだな。つまり揚陸オペレーション、そのものだぜ。これだけ動画で説明してあげても、攻撃用だ、と叫ぶ輩がいることに驚きだわ。話は変わるが、米テキストロン社製のホバークラフトエルキャックは、最大50トンの運搬能力を持っているんだ。ふむふむ。これは90式戦車を一度に1両搭載できて、海上を浮上航走し、陸揚げできるレベルなんだぜ。人員なら専用ユニットを使って約30名を輸送できるしな。有事にも支援にも使用できるなんて、アメリカもやるわね。この人員輸送ユニットは災害派遣でも使えるんだぜ。やっぱり災害時の運用が大事よ。東日本大震災では、孤立地域の住民をユニットに収容し、沖合に停泊した大隅方に運び、艦内で入浴などの生活支援を行った実績があるしな。これこれ。こういうことができるのがエルキャックなのよ。しかも、海自はエルキャックを全6隻保有しているんだぜ。やっぱりそういった使い道が日本らしいというか、さすがよね。戦争の道具だなんて思う人がいることが不思議なのよ。そして甲板後部は、戦術したように、ヘリなどの発着艦が可能で、そのまま露天駐機させて運ぶこともできるんだな。でもそれって輸送艦というか、揚陸艦と言われる部類になるんじゃなくて？日本は輸送艦で通しているんだぜ。日本がそう言うなら、そうなんだろう確信。このように、本艦を機能別に見てみると、つまりは揚陸艦なのだということがわかるんだな。認めるんかい、まあ、そうでしょうけど。しかし海事は揚陸艦とは言わず、輸送艦で通しているわけだ。さっきも聞いたわよ。揚陸艦でもありな気がするけど。そして、海上輸送と揚陸のあり方を大隅で作り上げ、
今後後継艦はその発展型を計画しているんだな。そもそも、防衛がメインテーマとなる現在と将来において、大隅後継艦となる揚陸艦は、具体化しておく必要のある防衛装備だぜ。後継艦を考えなければいけない時期なのは確かだわ。南西諸島防衛で大量輸送能力は必須だしな。それに、洋上の艦艇がオペレーションの第一線になるのは容易に想像できるから、大隅を拡大発展させた規模の洋上拠点は絶対だぜ。基盤は大隅で出来上がっているけども、さらなる高みを目指すのも悪くないわね。そんな海事は全通甲板型のデザインを大隅で初めて取り入れていこう。中型、そして出雲型と全通甲板型護衛艦を建造し、収益させてきたわけだ。うんうん。これはつまり、時間をかけて全通甲板型の輸送艦と護衛艦というものを馴染ませてきたわけだな。四方を海に囲まれた島国であることから考えても、必要なのよ。北方領土も尖閣諸島も竹島も、防衛しないといけないしね。さて、全通甲板型護衛艦である出雲と香川、短距離離陸垂直着陸型の戦闘機 F-35B を初着艦させられるように改修工事を施されているわけだ。これはもう空母だと思うけど、下粉それでも海事は護衛艦と呼ぶのかしら？あるいは多目的護衛艦や航空機搭載護衛艦かもしれないぜ。空母ですって堂々と言ってしまうと、戦力武器兵器だぞ、と言い出す人がいるからしょうがないわ。さて、大隅は2022年1月下旬。海底火山の大規模噴火で被害を受けたトンガに支援物資を届けるため、広島県呉の海上自衛隊基地を出発したんだ。おお、なんだかかっこいいわね。支援物資は火山灰を除去するための高圧洗浄機60台やリアカー、大量の飲料水などだったんだな。さらに、陸上自衛隊の大型輸送ヘリ CH-47JA も2機積載しているんだぜ。トンガってそんなに被災してるんだ？ああ。トンガは港湾施設が被災した離島も多いらしくて、大変なんだ。船が接岸できない場合は、輸送ヘリやホバークラフト揚陸艇エルキャックを使って物資を届けるんだぜ。なるほどね。支援活動に使用するんだから、やっぱり空母じゃないわ。そして日本は現在、護衛艦出雲を事実上の空母に改修するためのプロジェクトを進めているが、C国では日本は将来的に大型空母を建造するのではないかと言っている人々もいるんだ。C国に攻める気はないわよ。むしろどっちが。まあ、C国の抑止になるのであれば持つ価値は大いにあるぜ。さて、C国メディアの点線とはこのほど、日本の造船業は極めて高い技術力を持っており、条件さえ揃えば何の問題もなく大型空母を建造することだろうと警戒感を示す記事を掲載しているんだ。なんでこうも噛みついてくるかなぁ。そもそも、英空母クイーンエリザベスが初めて日本に寄港したほか、英国の防衛大手企業である BAE システムズが日本で記者会見を開き、日本に子会社を設立すると発表したのも影響しているだろうな。しょうがないじゃない、日本は世界中から愛されてるんだから。イギリスはちょっと遊びに来ただけよ。嘘つくな嘘を。しかし、日本では護衛艦を事実上の空母に改修する計画も進んでおり、C国ではこうした動きに対して、英国は日本に空母建造技術を提供するつもりなのではないかなどとして、強く警戒すべきだとの声が高まっているんだぜ。お？ビビってる。さらに、ヘリコプター搭載護衛艦である日向型護衛艦はヘリ空母であると主張した上で、2006年に建造が開始された日向型護衛艦こそ、日本が現代空母計画において大きな一歩を踏み出したシンボル的な存在であると主張しているんだ。そりゃ、抑止力のシンボルではあるけどね。そして、日本は C国が空母遼寧の建造に着手し、収益させると、12年には日向型護衛艦よりさらに大型の出雲型護衛艦の建造を開始したと主張しているんだぜ。あまり噛みつくなよ、弱く見えるぞ。もちろん C国の軍事力は年々気にはなっているけどね。だが、海洋進出をめぐって、C国の空母や駆逐艦建造のスピードは日本を大きく上回っていると主張し、日本がどれだけあがいても C国の遠洋進出を阻止することはできないと主張しているんだな。はいはい、勝てません勝てません。それでも、日本の空母建造をめぐる動きには警戒を緩めるべきではないとの見方を示しているのも事実だぜ。完全に日本の技術力を警戒してるじゃないの。やっぱり日本ってすごいんだ。さて、イージスアショア配備の話がなくなってからは、スタンドオフミサイルとイージスシステム搭載艦が注目されているんだ。ふむふむ。岸大臣は隊員の安全を図りながら相手を攻撃することのできるスタンドオフミサイルを持つことは、南西地域の島の防衛に必要な装備だ。スタンドオフミサイルとミサイル阻止の方策は区別して考える必要があり、ミサイル阻止は引き続き政府内でしっかり検討を続けていくと述べていて、用意をしているらしいぜ。岸防衛大臣に、
すべてを託す。立憲民主党の安住国会対策委員長は記者団に対し、使い方によっては専守防衛の考え方からは逸脱する。きちんと国会で議論せず、イージス・アショアを辞めた尻拭いのためにやったものであり、安全保障政策の基本的なあり方がなっていないと述べているがな。で、出たわね。すぐに批判する漫画。そして、閣議決定されたイージス・アショアの代替策について、海上自衛隊で長年防衛力の整備に携わった池田徳広氏元海将は、弾道ミサイルからどうやって日本を守るのかという防衛構想をまず先に考えるべきと発言しているんだな。ほほう。しかし、それに基づいて必要な装備品を決めるべきだが、その構想が明確になっていない。そのためイージスシステム搭載艦をどのような船にし、どう運用するのかということが曖昧になっているとも指摘しているんだぜ。むちゃくちゃ土正論ね。また国としての防衛構想を決め、どのような船であるべきかを明確にするべきだと指摘していたぜ。できるだけ強い船でお願いしやす。その上で、常時持続的な弾道ミサイルからの防衛はとても二隻ではできず。既存のイージス艦も引き続き任務に当てるから、イージス艦の他の任務に支障が出かねない。また、二隻を建造するなら、少なくとも新たに400人から700人の乗組員が必要になり、人員確保の面でも非常に難しい状況になる。とも話していて、陸海空の自衛隊艦の人材の交流なども検討すべきだとも言っているぜ。確かに土正論だけども、先に進まなくちゃ始まらないのよ。もう一つの課題がお金、つまり費用だな。そのままやんけ。最新のイージス艦をベースにした場合、導入費用として1隻あたり2300億円から2600億円以上、2隻で4600億円から5200億円以上かかると試算されていて、自衛隊の歴史上最も高価な洋上装備になると指摘する関係者もいるくらいだぜ。それだけ出さないと日本は守れないってことでしょ。ただ、これには運用開始前に行う迎撃ミサイルの実射試験にかかるコストは入ってないんだぞ。しかも、他国の潜水艦などに対処する機能をどの程度持たせるかなどが決まっていないため、これ以上高いに決まっているようなものだ。税金増税不可避。震え。さらに導入後の維持や管理にかかる費用について、防衛省は、搭載する装備品の使用なども決まってないんだな。に、日本を守るためだから。だが、日本は C 国、K 国、ロシアとの領土問題を抱えており、今突き進まないとまずいんだ。マリサ、北を忘れてますよ。そして、日本の領土問題は大きく3つで、北方領土、尖閣諸島、竹島なんだな。ロシア、C 国に限っては、まだしも K 国、お前は別よ。その通りで、竹島は江戸時代より日本人が領をしてきた日本固有の領土であるが、残念ながら現在は K 国の実効支配下にあるんだな。今度私がズゴックに乗って遊びに行ってあげるわ。さらにドクトという揚陸艦も保有しているんだぜ。ほんと恥知らずの恩知らずね。やっぱり日本には空母が必要なんじゃないかと思ってしまうよな。そう思われてもおかしくないわ。これからも警告から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。